児童生徒保護者をはじめ県民の皆様の信頼を大きく損ねていることに対し、心からお詫びを申し上げます。午前開かれた会見で池上教育長は、度重なる教職員の不祥事を受けた県の対応と教育施策への思いを発表しました。私自身、不祥事の根絶に向け、不退転の決意と強いリーダーシップで事務局を指揮してまいります。池上教育長が去年4月に就任後、県内では昨年度14件、今年度4件の教職員の懲戒処分があり、不祥事が相次いでいます。このうち、わいせつ行為や体罰、不適切な言動が9件と半数を占めます。これを受け、県教委は不祥事を他人事としない取り組みの強化や、体罰や不適切な言動防止のためのガイドラインの作成、アンガーマネジメントに関する研修の実施の3本柱で不祥事根絶に向け取り組むとしています。また新たに学校だけでなく、高体連や高野連などの教育団体に対しても、必要に応じて直接教育長との面談の場を設ける方針です。3つの取り組みを通して、子どもたちの学びの場での人権がしっかりと守られて、教職員の間でも風通しの良い、職場が作られていく、そういう形に働きかけていきたいと思っています。